ショーは一人じゃできない。ルイ、そんなこと言ってたんだ。ああ、だがその後は俺も頭に血が上ってしまって、ろくに話もできなくてな。うん、わかった。じゃあルイの家に行こう。え、ネネちゃん、ルイくんのお家知ってるの？うん、小学生の頃から家が隣同士だから。小学生の頃からってことは、二人は幼な馴染なんだね。名が多い。年齢は一つ違うけど、私もルイも兄弟がいないから親同士がよく遊ばせてたの。子供の頃はよく二人でいろんなお芝居をしたな。ルイは昔クラスメートと一緒にショーをやろうとしたことがあったんだけど、ルイはショーのことになると周りが見えなくなるからいつもうまくいかなくって、それで自分でロボットを作って一人でショーをやるようになったの。でも本当はルイも。お、あれってルイくんじゃない？ショーやってるよ。何？一人ぼっちの錬金術師はショーを見て思いました。僕もこんな風に素敵なショーをしてみたい。錬金術師は旅の一座を真似て練習し、自分のショーを町の人々に見せました。すると町の人々はとても喜んでくれました。こうして錬金術師は町の人々に受け入れられ、仲良く暮らすようになりました。めでたしめでたし。と言いたいところですが、この話には続きがある。町の人々が一緒にショーを作りたいと言い出したのです。はじめ、錬金術師は町の人々とショーができることをとても喜びました。しかし、錬金術師がショーのアイデアを出すたびに、町の人々はその突拍子もないアイデアに呆れて、一人、また一人と離れていってしまいました。それは、どちらが悪いわけでもありません。ただ、考え方が違うだけです。けれどそのうち、町の人々はみんな、錬金術師のもとを去ってしまいましたとさ。ルイ。ルイくん！ネネ、M くん。それに、君か。今日はここまでかな。もとより、立ち止まってくれるお客さんもいないしね。待ってくれ、ルイ。話したいことがあるんだ。昨日のことかい？それなら別に話すことはないだろう。それよりルイ、私はまたステージに立つって決めた。お、そうか。それはよかった。ねえルイ、ルイも本当はまた誰かとショーをやりたいんじゃない？ルイ、昨日は悪かった。俺はショーが失敗したことで頭がいっぱいになって一番大事なものを見落としていた。ルイの言う通り、最高のショーには仲間が必要だ。俺がしたことは間違っていた。簡単に許されるとは思っていない。だが俺はまたルイと反省したってところかな。悪いけどそれはどうでもいいかな。もとより君とネネの問題だからね。ネネが君を許せばそれでいいのさ。でもきっと君と僕は相入れない。どういう意味だ？君が最高のショーをやりたいのは結局自分がスターになるためだろ。僕はただ最高のショーができればそれでいい。君と僕は
根本的に価値観が違うのさ。それは確かにそうだった。でも思い出したんだ、本当は俺はネネにステージに立つ気持ちを取り戻す機会を与えてくれたことには感謝するよ。でも僕はもう君とショーをしたいとは思わない。あ、ルイ、少しの間だけど楽しかったよ。ありがとう。つかさくん、ルイくん追いかけなくていいの？よくない。いいわけがあるか。だが、追いかけて、俺は何を言えばいいんだ。これから、どうする？なんだ突然、近いぞ。司くんはルイくんとショーやりたいんでしょ？ショー、諦めちゃダメだよ。司、ルイは最高のショーをしたいってずっと思ってる。だから仲間と一緒にショーをやりたいって気持ちは今も持ってると思う。だから考えよう、また一緒にやるために。うん、それに司くんは未来のスターなんだよ。だったらルイくんを笑顔にしなくっちゃ。ああ、そうだな。よし、作戦会議だ。司くん、どうしてるかな。みんなと仲直りできてるといいんだけど。いや、そんな話をしていたらまた来てくれたみたいだよ。